こんにちは、アドプロです。今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今回はこちらですね。 300g 100平方インチ 26mm 厚の黄金スペックのラケットを試してみたいと思っています。ピアドライブが、ヒット候補ではあるのですが、他社ブランドも気になってはいます。イーゾンは評判いいけど、アイソメトリックが、ビーストは PVS の打感が独特と聞くし、デザインもなど気になる点は多々ありますが、現行のほとんどを打っていらっしゃるアドブロさんの、感覚で構いませんので、それぞれの違いだったりを解説していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、ということですね。はい、まずご質問ありがとうございます。ということでね、今回黄金スペックということで、質問にもね書いてくださっているんですけれども、黄金スペックって言った時に人によって多少ね定義が、違っているというか、どこまでを、黄金スペックとして OK にしているかというのは、多少曖昧な部分があると思うんですよね。この、重量バランスを見て黄金スペックっていう場合もあるかもしれないので、ちょっとね曖昧な部分ありますけれども、一応今回ピックアップしていくところでの、基準になりますんで、お話をさせていただくと、簡単に言えば、ピュアドライブと同等のスペックのラケット全般を黄金スペックと言いますよね、というそんな話ですね。はい。面100、重量が300g、バランスが320で、フレームの厚さが、最大で 26mm ぐらい。はい。そして多くのモデルでデュアルテーパーになっていて、 16×19 のストリングパターンというところですね。個人的にはこれを全て満たしているのがピュアな黄金スペックというふうに言えるのかなという感じで、逆に例えばここにも書いてありますけど、 CX400 ツアースピード AMP とか、300g バランスが320のもの、最近はたくさんありますけれども、でも 23mm 均一で厚みが違うよねとか、そういうのもあったりするんで、そういったのは、今回除外はしてます。はい。で、今の市場で、僕のブログの方にですね、一応販売されているラケットのスペック一覧表っていうのを作っているんですけれども、それでこう、並び替えて調べてみると、現市場でこの面100でフレームの厚みのあるものっていうのは、非常に多いんですよね。はい。なので、全部を上げようとするとね、さすがに語りきれませんので、主要なものをピックアップして、特徴であったりとか、おすすめポイントというか、僕がどういうふうに感じたか、こういうラケットなんじゃないかっていうのをお話ししていきたいなと思っておりますんで、うまくちょっと参考としてね、聞いていただいて、はい、活用していただければなという、そんな感じです。はい。で、ざっくりね、解説をしていきますんで、はい、リラックスして聞いていただければなと思います。ということでね、今回こんな感じで何個だ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、10個ぐらいね、はい、ピックアップしてみましたので、はい。大体各社ね、1個はね、いわゆる黄金スペックっていうのがありますよね、みたいな感じなので、これでね、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい、ではまず、バボランピュアドライブですね。元祖にして頂点と言ってもいいんじゃないかなと思います。黄金スペックといえばこれというか、これが黄金スペックという言い方が正しいのかもしれないんですけれども、はい。そんなラケットですね。このラケット何がいいかっていうと、僕はシャープにボールが飛んでいってくれること、低めの弾道で速いスピード、加えて、回転量も非常にある。そんなボールでこう突き刺していくことができると。で、あとはフィーリングのところにつながるんですが、ストリングのたわみ感、フレームにしっかり剛性があったりするんで、逆にストリングのたわみ感っていうのはわりかし感じやすいというか、そういうたわみの出やすいストリングを合わせると気持ちよく打てるのかなという、そんなイメージを持っております。好みもね、ありますけれどもね。はい。で、逆にここ気になるなっていうポイントに関して言うと、やっぱりこう、シャープさであったりとか、反発の鋭さみたいなのがあるんで、よく言うのは、ボックス系でね、育ってきた人だとちょっとうまく制御できなかったり、このレスポンスの良さに使い手がどこまでアジャストできるのかというところですね。もうちょいゆっくりこう、弾離れしていくのがいいよなっていう人にはちょっと難しく感じる可能性はあるかなと思います。はい。
で、まあ黄金スペックといえばこれという感じですし、まあ個人的には正直これはもうストリングのセッティング次第のラケットだなとも思ってます。適当なセッティングでは実は逆に仕上がりにくいんじゃないかななんて予想もねしてるんですけれども、はい。で、まあユーザーはね、とても多いラケットだと思います。まあこう20年25年近くですかね、そろそろ売れ続けてるラケットなので、過去モデルも考えればまあめちゃめちゃ、ユーザー数多いんですけれども、逆に僕はでも誰でもこれを使えば OK って言っていいのかっていうと、そうではないとも思っているんですね。はい、ちゃんと適性がある人が使うべきものだと思いますし、セッティングもすごく重要なラケットだなと思っておりますんで、はい、じゃあとりあえずピアドライブでいいやっていうスタンスは僕はあんまりおすすめしないタイプとして、はい考えてはいます。はい、では次いきます。同じ、バボラからピュアアエロですね。はい、で一言で言うと、これはすごく高強度のラリーに向いてるラケットだなというふうに感じてます。はい、まあ、いい点としてはしなやかなフレーム、しなやかさを感じやすいフレームに現行はなってるかなと思います。乗り感もありますし、まあ、よく言えば制御しやすいパワーになってるかなと思います。ピアドラと比べると、こっちの方が、飛ばないかな、乗る感じが強いかなと思います。で、まあいまいちな点としては、ね、使い手のフィジカルっていうのが明らかにピアドラの時よりも求められます。まあその背景としては、その勝手に飛ぶような感じっていうのはあんまりないんで、はい、自分で飛ばすっていうのは必要になってくるというか、はい、なんていうんですかね、現行になって、まあ、アエロプロドライブのストリングパターンに戻ったっていうのもあると思うんですけれども、まあ、非常にこう自分から打っていける人向けの味付けになったなと思いますね。はい。まあ、スピン系ラケットだというふうに言われますけれども、僕の、印象としてはスピン系というか、ハードヒッター向けの黄金スペックっていう捉え方の方がいいんじゃないかなと思います。はい。なので現行に関しては勝手にスピンがかかるというよりも、スピン、強烈なスピンをかけられる人が安心して打てるラケットになった、まあそんな言い方の方がいいんじゃないかなと思います。はい、では次に E ゾーンの100ですね。はい、まあピアドラやピュアアイロンに迫る勢いのね、あるベストセラーのラケットかなと思います。いい点としてはもうスッキリとしたパワーがあるというところ、楽に飛ばせるアシスト感がある、そして、まあしっかり飛ぶんだけれども打球感のマイルドさがあるというところかなと思います。で、気になる点を挙げるとすると、まあ、時々なんですけど、なんか若干パワーロスしているのかなみたいに感じる場面は人によってあるかもしれないなというところですね。まあ全体的に見ると快適で、楽に打てるし、まあ飛距離もしっかり出るしというところ、まあ回転もかかるんで、まあ非常にこう全体的に、バランスの整ったラケットかなと思います。まあ実際使ってみて、個人的にはまあ売れるのも納得の使いやすさ、快適さを持ったラケットだなと思いますんで、まあこの3本がね、いわゆる黄金スペックっていうカテゴリーになるとビッグ3になるんじゃないかなと思いますね。はい、で次に同じヨネックスから V コーナー100ですね。現行に関して言うと、まあちょっと変わった設計のラケットだなというような、そんな印象を持っております。まあいい点としては、なんか粘っこい打球感してるなというところかなと、あとはまあフェイスのトップよりが広いんで、そこでスイートエリアが広いよねと、で弾道は多少上げやすくなってるかなと思います。はい、で気になる点としては、やっぱりフェイス形状独特なんで、まあ、好き嫌い分かれるよねというところだと思います。もう本当にこれは98も含めてなんですけれども、今の V コアって、合うか合わないかがすごくはっきり出る世代で、僕なんかは、まあ、正直好きじゃない、合わなかったっていうふうに思うタイプなんですけれども、まあうまくボールをね、捉えられた時は意外なほどこう柔らかさ、マイルドさ感じられるかなというところで、ただその頻度がかなり低かったんで、僕はね、これ結構難しいというか、合う合わない、結
構癖強な、黄金スペックになってるんじゃないかなと思います。まあ、98ほど癖強くないですけどね、はい、それでも他のと比べるとちょっと、まあ、特に E ゾーン100がね、特に何にもこう、うん、あ、まあ素直に飛ぶねみたいな感じだったんで、それと比べるとちょっと独特な味付けだなと思います。で、次にビースト100ですね、はい、現行のビーストに関して言うと、まあ、減衰性に優れた黄金スペックという表現になってくるかなと思います。いい点としてはもうとにかくね、減衰性は高いかなと思いますし、まあ、ミュートされた打球感っていうのは、いわゆるそのピュアドラーであったりとか、イーゾンであったりとかっていうところにはあまりないフィーリングになってるかなと思いますし、まあ、そこに関連して球持ちの良さみたいなのも感じられるラケットになってます。まあ、あとはね、O3 とか DB とか、まあ、選択肢もいっぱいあるっていうのもメリットかなと思います。で、気になる点としては、正直ね、ボール持ちすぎてなんか飛ばなくなったなっていう感覚が強いのが、現行のビーストのちょっと気になる点かなと思いますね。まあ、正直ね、僕個人は現行あんま好きじゃなかったです。というのも、PVS2 の影響なのか、すごいミュートされた感じが強くて、黄金スペックはもうちょいシャープであってほしいなっていうタイプなんでね、僕は。はい。うん。なので、それもあるし、ちょっとなんか飛ばない気もしたんで、はい。もう少しシャープでパワーのあるラケットの方が僕は、うん、いいかなと。まあ、前作はもうちょいシャープさがあったんで、少しこう、マイルド方向に、強めに振ってるのが今のビーストかなと思います。で、次に、エクストリーム MP ですね。はい。まあ、ヘッドのいわゆる黄金系、黄金系じゃなくて、スピン系黄金スペックですね。はい。で、いい点としては、まあ、比較的こう、すっきりとした飛びがありつつ、まあ、程よいホールド感、まあ、ストリングのたわみ感とかがあるっていうところですね。であとは、まあ、快適なその剛性感であったりとか、安定感ですね。まあ、フレームがよじれるとか、たわむとか、あんまりないかなと思いますね。ストリングを動かしていこうっていうタイプかなと思います。で、いまいち、まあ、っていうか、まあ、ちょっと気になる点としては、意外とそのホールド感強いし、スピンも、まあ、結構かかるんで、飛ばないっていうか、まあ、ショートしちゃう時が多いかなと。僕の感覚で打つと、あ、思ったより短いっていうのが結構多かった気がしますね。はい。まあ、なので、まあ、ちょっとこうセッティング次第の部分もあるラケットというふうに、まあもちろんどれもね、セッティング次第ではあるんですけれども、はい。僕もね、昨年の初め、エクストリーム MP ですね。まあ、現行じゃないんですけど、3個前のやつ使ってましたけれども、まあ、めちゃめちゃ回転をかけて打つ。まあ、振り回せるんだったらそれでもいいかなと思うんですが、僕ぐらいのパワーだったら、まあ、ラケットパワーを活かして、で、しかもストリングがたわんでちょっと乗る感じもあるんで、ラケットのパワーを活かしてリラックス、ックスして打つとか、まあボレーも打ちやすかったんでね、はい、うまくこう合わせて、でネット取って、攻めたいなっていう、まあそういう使い方で、輝くラケットだなというふうに感じたので、僕はエクストリーム使ってる時にむしろネットプレーどんどん増やしていきたいなという、そんな感じがしましたんで、はい、まあちょっとこうね、現行になってまたちょっと違うかもしれませんが、はい、大体こんなイメージを持ってます。はい、めちゃめちゃ回転かけようっていうよりはリラックスして、パワーを生かしていこうという、そんなラケットだと思いますね。はい。次にダンロップの SX300 なんですけれども、まあ、僕が思うに現行で屈指のスピン系のラケットかなと思ってます。で、いいところとしてはもう分かりやすいスピン性能の高さかなと思いますね。で、あとはまあ打球感としては、まあそこそこしっとりした感じになっていて、そんなカンカンする感じがそこまで強くないのも、まあいいところかなと思います。で、気になる点としてはちょっと形状が独特、まあシャフトも、フェイスも、はい、まああらゆるところがまあ独特っていうところで、合う合わないは合う合わないっていうか、好みかどうかっていうところは分かれるかもしれないですね。はい。で、このラケットなんですけれども、まあ、シャフトもそうですし、グロメットもそうですし、もうとにかくね、独自のテクノロジーが満載だなという、そんな感じのラケットで、まあ、スピン性能を言ってますけれども、まあ、高い難度で、なおかつ、まあ、回転量も結構多いという、まあ、それができれば、
なんだろうな、分かりやすいと思うんですよ。はい、でそれを分かりやすくこう体現できるラケットっていうのがこの SX300 かなと思いますね。はい、他のってねなかなか、どっちかになっちゃうこともまあ普通なんですよね。普通弾道上げれば回転そこまでかかんないし、回転はめっちゃかかるんだけど弾道そこまで上がんないしっていうのもあるんですけれども、この SX300 に関してはもう本当に打ってみて弾道上がるし、そこから、落ちてくる感覚っていうのもちゃんと味わえられるんで、はい、まあ、そのボールが強烈かどうかっていうのはもちろん使い手次第ではあるんですけれども、はい、あのスピン性能高そうっていうのがめっちゃ分かりやすいラケットかなという気がします。はい、で次にウィルソンのウルトラ100の V4 ですね。はい、まあウィルソンの稼ぎ頭こいつなんじゃないかなと思います。はい、まあいい点としては操作性が高いというところ、反発力がしっかりあって、まあ、フレームも比較的安定性高いんじゃないかなと思いますね。はい、でいまいちな点としてはまあノーマルで使うとね、ちょっとその球威というかパワーとしてはちょっと不足がちかなと思います。でまあ実際使ってみると楽に振り回せて、まあスイングウェイト270ぐらいなので、まあなかなかちょっと低いかなというような感じなんですが、まあ反発もあるし、回転もかけやすいし、まあ合わせるだけである程度飛ばせるんで、まあなんだろうな、割と分かりやすい、まあパワーというかちょっとパワー間違えたな、分かりやすい飛びの良さといった方がいいかなという、そんなイメージですね。飛びはいいですねという感じですね。ただ、ブンブン振り回した時にはちょっとスイングウェイト軽いこともあってか、思ったより球いかないんで、ちょっと重量的にカスタムした方がより美味しくいただけるかなという、そんなイメージのあるラケットですね。はい、まあ、ダブルスメインだったら別にそのままでもいいかなぐらいなイメージです。はい、次にテクニの TFX1 ですね。まあ独自構造を持ってるで、プラスしてちょっとこうまん丸に近いフェイスをしているラケットですね。はい、でいい点としてはまあ衝撃だとか振動が少なく感じられるところかなと。まあ腕であったりとかね、関節に、優しい気がするラケットだなという、そんな印象ですね。でフェイスが丸いこともあってなのか、まあピッチもね荒いですし、回転はかけやすいなと思います。でいまいちな点としてはですね、ちょっとこもった感じのする打球感になっちゃうところかなと思いますね。はい、でまあ、正直このラケット、まあ、すごくこう個性というか独自性を感じるラケットだなと思います。でエンド、グリップエンドに、まあ、X ダンプっていうのが仕込まれていまして、まあ、それの恩恵なのか、まあ、確かにその、まあ、衝撃というか、振動というかみたいなのは少ない気がしますね。まあ、なんかすごくこういい意味でおもろいラケットだなと思いますね。他にあんまりない感じの使用感だとも僕は思いますね。まあ先日285の方ですけれども打たせてもらって、まあすごく面白かったですね。はい、で次にトワルソンの S マッハツアーですね。はい、でこれも意外と個性的な一本かなと思ってます。黄金スペックの中ではちょっとテイストがね、違うラケットだなと思いますね。まあいい点としては柔らかい打球感で乗る感じもあって、ボールを押して打つみたいなね、そういう使い方もできると思います。で空気抵抗もわりかし控えめかなと思いますね。はい、でいまいちだなというふうに感じた点を挙げると、なんかちょっと面ブレしてんのかな、面がブレるような感覚があったりとか、ちょっとそれの影響かパワーを乗せにくく感じる部分があるかなと。はい、黄金スペックにしてはなんかちょっとだいぶ柔らかいような印象のあるフィーリングなんで、それがちょっと、脳が混乱するというような感じはあったかもしれないですね。はい、ただすごくこう柔らかい打球感を実現していて、まあ他の黄金スペックにはないフィーリングのラケットだなと思います。ただ形状的にはですね、まあシャフト周りとかイーゾンそっくりですし、まあフェイスとか、全体的な形状を見るとなんか、ピュアアエロ、ピュアドライブ、イーゾン、足して3で割るというよりは、なんかもうちょいちょっと薄めに割ったような味付けのラケットだなと思うような、はい、個人的な印象はありますというような感じですね。はい、
はい、では最後にもう一つだけ、ノバの100ですね。ダイヤでもノバ100なんですけれども、一応カッコにしてるのは、24ミリなんですよね、一番厚いところで。なので厳密にはまあ違うという感じなんですけれども、まあパッと見ねほぼほぼ黄金スペックですし、はい、スペック的にもね、まあ怒られはしねえだろうと、黄金スペックと言ってもというような感じなので、一応入れておきました。はい、でいい点としては、まあ内ごたえであったりとか、まあ減衰性の高さが上げられるかなと思います。いまいちな点としては、まあとりあえずね、あまり飛ばないと、しっかり振らないとダメよねというような感じですね。はい、で24ミリって聞くと結構ね厚みあるじゃないですか。ですか、まあそれこそ CX400 とか分 MP とかも、まあわりかし楽に飛ばせる、ラケットで 24mm っていうのがあるんですけれども、このノバに関しては 24mm なんですが、まあかなりハードヒットする前提のラケットだなと。はい、まあダイアデムはね、マッチョが使ってもいいというか、マッチョが使った方がいいみたいな味付けが多いんで、はい、まあそういうブランドの味付けを感じるラケットだなという、そんな感じでした。ということで、まあ、10種類ちょっと、紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、まあ主要なものある程度ピックアップしてお話しさせていただきましたけれども、まあ正直あとはもうね、好みであったりとか、求めるもの次第なんじゃないかなと思います。ただ難しいなと思うのは、まあ一応今回の質問では26ミリ厚の黄金スペックというふうに書いていらっしゃるんで、まあまあ、それであればいい、別にいい、まあそれにしてもね、いっぱいありますけれども、はい、実際にはですね、まあ厚み気にしないで、まあ 300g 320のものがいいっていう人もね結構いたりすると思うんですよ。そうなってくるとね、めちゃめちゃこう選択肢が広がってくる。まあ競合するスペックっていうのがかなり多い市場のど真ん中なだけあって、あっちも気になるこっちも気になるって、なりやすい部分もあるのが黄金スペックかなと思うんで、はい、最も選択肢が多いがゆえにですね、最も悩みやすい部分なのかなという気がしますね。はい、まあピアドラが売れてるっていうのもなんかね、ピアドラ依存売れてるっていうのもやっぱりなんかこれだけ逆に増えてくると逆に集中してくるっていう現象が起きてるんじゃないかなという気がしますね。あれもこれもいっぱいある、じゃあ何売れてんの、ピアドラ、アエロ、依存、うん、じゃあまあその中から選べばみたいなところもまあ感じないでもないんですが、まあ気のせいかな。はい、まああとはそうですね、2020年代に入ってで、まあ、全体的なその性能としての差っていうのは少なくなってきてるんじゃないかなと思います。まあそれもあって打球感であったりとか使用感であったりとか、まあわりかしその感覚的な部分で差を打ち出しているブランドが増えたのが、この2020年代の前半なのかなと思いますね。はい、ただまあ市場で見ると今は少しその綿98、重量が 300g 以上、まあ、305g とかですね、そういったモデルも、結構増えてきている、うん、一時期よりもちょっと増えてきたのかなという印象もありますので、もしかしたら2020年代後半は少しこうそういったね、綿100の黄金スペックとかじゃなくて、綿98のちょっとちっちゃいやつでちょっと揉みもあってみたいなやつがトレンドになっていく可能性、もあるんじゃないかななんて、思ってたりもします。まあそんな感じでね、今後もトレンドをチェックしていきながら、はい、やっていきたいなとは思っております。はい、ということでね、長々お話ししてきましたけれども、うん、まあそうですね、フィーリングは結構違うものありますんで、はい、ピアドライブと比較して、どういったものを他に求めていくのかっていうところが、キーポイントになってくるのかなと思います。はい、ということで、ざっくりとお話しさせていただきました。もしね、少しでも楽しめたよという方いらっしゃれば高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ということで今回は以上です。それでは